ます。あ、はい、小さい数字出した人が負けで先に進んでしまうので、大きい数字の人が勝ち抜けという、なるほど、形でございますので、はい、じゃあ早速、はい、運命の、はい、ハイアンドローやっていってもよろしいでしょうか。皆さんスタンバイいいですか。よっしゃー、さあやってみましょう。トーナメントでは、ま、第1試合囲みたいね。マティアスさん対タロちゃんの対決でございます。ここゆっくり行こう。ここはもう本当にマジで重たいから、うん、ではマティアスさんとでもいいと思いますよ。タロちゃんは、ステージの方にご移動ください。そして囲みたい方は囲んでいただいて構いません。あ、いや、囲むよ。はい、もうちょっと見えた方がいいんじゃないですか。もうちょっと内側にね。さあ、姿勢はない戦いですけど、意気込みを一言ずついただきましょうか。タロちゃん、まあ、かまし合いますよ。あ、じゃあ、前これまあ、かまし合いますよ。かましてやるぞといただきました。ありがとうございます。お父さん、お母さんも見ております。お母さん、お母さん、あ、ごめん。マジアさん、一言。絶対勝ちます。絶対海外行きたくないです。おー海外の風俗すごいかもしれないですよ。安いよ。あ、イタリアとかいいかもしれない。タイとか当たりかもしれない。うん、じゃあちょっと考えるもし決まったら指差しとこから行った方がいいんじゃないですか。確かにこれだなと思ったら、じゃあ第1試合これ、お、手元の元に引く、はい、どれ、これで、お、じゃあ手元にゆっくり引いてください。ピーッと、じゃあどなたから行きましょう、ね、じゃんけんで決めて勝った方が選べばいいんじゃないですか。先攻後攻2人でじゃんけんしない。じゃあ、じゃあ、グーじゃんけんぽい。はい、どうぞ。どっちがいい、どっちがいい、どっちがいい。先攻後攻、じゃあ後攻で、後攻、どうだ、タロちゃんからめくると。はい、では行きます。タロちゃんが引いたのは強な、強い、強い、クイーン。あれがキングだった。クイーン、クイーンで、マティアさんが勝利するには、あー、自由にわ。そしてピックアップしたのは 4! 第1試合、タロちゃんの勝利。じゃあマティアスが進むわけだよね。これは開いた状態のままです。これはもう抜けるんだよね。タロちゃんはもう高みの見物コースですね。そうそうそう、さあやってやりました。やばいよ、やってやったぜ。次俺、続きまして第2試合、藤沢さん対のりちゃん。藤沢さんはこちらに置いてください。オレイ、ナナちゃん頑張れ。じゃあまずは藤沢さん、意気込みをいただいてよろしいでしょうか。カメラに向かって。負けない、あ、負けた方がいいんでしたっけ。負け、まあ、負けないでいいです、負けないです。勝った、数字が大きい方がいいから、勝った、勝った方がいい。のりちゃん、意気込みお願いします。勝つに決まってんだな。うぅ、さあ、バチバチの試合でございます。おい、手元はい、はい、読んでいいですか。どうぞ。谷間見せるな。これあいことこもあるんですよね。正社員あいこ、あららららららら、いやー、はい、引いたカードは上位になります。ここでジャンケンしましょうか。最初はグー、ジャンケンプイ。どっち、どっち。高校で、高校では先行、石川紀之さん。これ10以上出したらほぼ勝ちだよね。だって、うん、キング、キングが一番上だもんね。エース一番下だもんね、うん、1だからね。一応数字は13分の1だから、やっぱり6以上、7以上出せば勝ちだもんね。今の一言が振り返るかどうか。行きますよ、おぉ、ジャック、よし、怖いな、これキングとクイーン以外のカードを引いてしまった時点で13、まだジャックで引き分けの可能性あります。いやいや、これ負け出したね、また13、占いの結果があるから。ナナちゃん、お願い。いやー、さっきクイーンがもう出てるんで、一番少ないですからね。同じ出せばいいですよね。同じ出せばもう一回やる。よし、13。さあ、絶対3、3、3、3、お願いします。せーの、ほっ、エース最悪の顔で、のりちゃんの勝利を出した。1ですね、1。1で7さん、7さんが駒を進めます。ここでは1が1なんでね。さあ、続きまして野田さん対 TJ さん。野田さんと TJ さんの戦いになります。さあ、現在1の回、枚数とかもどう減ってますからね、今ね、うん、減ってきますよ。引いたものはもうなくなっていくんで。ああ、そうだね。よし、Tシャツ、もう先行が不利かもしれないという、はい、コメント来てますね。オッケー、俺も絶対勝つから。まだめくっちゃダメだよ。じゃあ、き、一言ずついてあげましょうか、気合を。では TJ さん、グロデブお前は南スーダンで現人になるんだよ。さあ、的確なディテールの細かい意気込みいただきました。TJ 行ってほしいな。じゃんけんをお願いします。現実行きたくないもん。どちらの発表なのか、じゃんけんで先行行きましょう。じゃんけんぽい。あいこでしょう。あいこでしょう。野田さん、どっち行きますか。先行後攻で発表は。
高校で。おお、みんな高校選べますね。はい。さあ、絞っていいの？絞って。縦横どっち絞る？おお、どうだどうだ。弱っ俺は日本から出ねえから。そうだ、こっちが。世界のために出しちゃダメだよ、こいつは。続きまして、ポンスケさんはもうシードなので、先進みます。俺勝ち？いや、そう、勝ち。勝ったの。勝ちです。おめでとうございます。負けたの。続きまして、ナーボーさん対ナオキニさんの戦いです。絶対負けたくねえ。絶対負けねえ。では、ナオキニさんから一言、意気込みお願いします。いや、一応同じナオキ対決なんでね、これは勝つしかないんで。オッケー、おめ炎上で勝ちたいと思います。オッケー、おめ炎上、はい、頑張っていただきましょう。さあ、ナオさん、飲酒運転してるやつには負けない。そうだよ、そうだよ、そうだよ、言ってやる、そうだよ。さあ、精神攻撃は基本、戦いは始まってます。では、ピックアップお願いします。お、飲酒運転の話したらエンジン音聞こえてきましたよ。無気満々やんけ。神に愛されてる。では発表の順番をじゃんけんで決めてください。最初はグー、じゃんけんポン。ナオキニさん、声強いからね。先行でーす。おっ、勝って先行。次から先行。カメラに向かって、ナオさん、どうでしょうか。やばい、ナオキニさん、3出しかない。しょっぱ、お前兄さん、これ出すの分かってるんで、2だよ、多分。そうだよ。いや、兄さんはまあさすがにそこまで、さすがにそこまで持ってない。10年やってんだよ。まあ確かに10年の、ね、出して兄さんでね。来い。10年のベテラン。どっちの声？どっちの声じゃない？2が来い。負けた。2が来いっちゃう。海外行けよ。2か1。よし。よいしょ。おっかで負けるやつ。ナオキニさんが進みます。一番ダメなやつじゃん。兄さん悪いね。ナオキニさんが駒を進めました。続きまして、香川さん対源ちゃんの戦いです。香川源さあ、ニコ生対決ですね。あ、ちょっとこれ邪魔や。いや違う、あんたの頭の邪魔ない。意気込みを源ちゃんから。源ちゃん、意気込みお願いします。絶対に負けないし、俺は本当に知らないおじさんと行きたくない。調べたら、画像調べたんですよ、その知らないから。めっちゃヤバい人です。あんま触れたくない。いいですね。はい、すみません、香川さん。10年ぶりに本名がね、バレたっていう、本名と、あの卒業アルバムもバレたらしいけども、パスポートまでね、バラさせてやろうと思って。ますよ、うん、さあ、気合十分、両者ピックアップに移ってください、はい、どうぞ、もうお酒選びください。何目線？これで、それでいいんですか？はい、八つ中村にしてもいいんだよ。でもこれ言っとくけど、これ負けるで、ええの。耐えてええの。あ、それで、ほな俺これにするわ。わかっとる、わかっとる。こっちはこいつマジで。さあ、好感度と引き合い勝利を求めるか。同時でもええよ、同時でもええよ。いや、絶対嫌だ。え、こピタッとね、こますよ、うん、はい、いきますか。いっ、せーので、おいしょ。えほらー、うわー、ゲントロー、ゲントロー、ゲントロー、さあ、小川さん、好感度と引き合い勝利を求めるか。ゲンちゃん、ビビらせればだけど、あと2回負けると海外。いや地獄じゃん。地獄。さあ、続きまして第1試合、パルパルさんとキモノさん。お、パルパルさん、キモノさん、パルキモ。よっしゃ。さあ、今年ある意味お二人ともバズってるわけですからね。しかも Twitter、TikTok、YouTube、同化生、同い年、顔も似てない。しかもデブ。ね。負けられない。さあ、二人合わせて体重何キロなんでしょうか。意気込みをいただきましょうか。意気込み？じゃあまずはあのね、ショートムービー作ってるやつはバカって鉄則があるから、あの負けねえから、うん、悪いけど。おお、うん、俺は多く語らねえ。バカ。終わりって、終わりって意味だから。バカっぽい。
喋り方が喋り方が投げの返しが早いんだよ。さあでは両者ピックアップいきましょうか。お願いします。やっていい。やっちゃって。何ちょっとエロい感じドラマ始めてなんでウィスパーがかってるよ、ね、じゃあ皆さん手を出していただいて、じゃんけんの方です。最初はグー、じゃんけんポイ。高校で早い。高校早かった。じゃあいっちゃっていいですか。はい、カメラ向こうでございます、はい、いきます。あっ、うわー微妙に入れた。9、どっちに転ぶ。9でございます。どっちに転びますよ。まだキレキレのデブ2人パルパルの手の湿り具合がやばい。もう手が震えて。いきます。はい。あ、あ7、ひものさんが一歩進みました。バレバレさん勝利。おめでとうございます。1回戦終わりました。おえ、マジで怖い。木村先生ちょっとお願いします。はい、現在のですね、トーナメント表こちらとなっております。じゃあちょっと見せていいですかね。はい、このまま進むとまずはマーティアスさんと藤沢さんの戦い、うん、そして第2試合が、うん、そうですね、野田さんとこれは木村さんになるのかな。違う、TJ さんだ。おいおいおい、失礼しました、TJ さんと、木村さんかな。ポンスケさん、ポンスケ。あ、そう、シードークだ。失礼しました、シードーク書いてなかったね。はい、シードーク、よいしょーよいしょーですね。はい、はい、TJ さんとポンスケさん、そして第3試合が直樹兄さんとゲンちゃんと戦いですね、はい、そして木村さんと、シドックで勝ち上がったケンさんと戦い。勝ち上がった基本デブってことですよね、これ勝ち上がった人は。素晴らしいですね、はい、ってますね。では、いきましょうか。続いての戦いになります。マーティアスさん対藤沢奈々さんの戦いでございます。はい、ご移動ください。わあ、これでもちょっと視聴者目線でいくと両方とも落ちてほしくないよね。本当はもっと上がってほしい2人かなってところありますけどね。さあ一言ずついただきたい。ここ負けたら焦る。さあ2人が睨むと奈々ちゃん、奈々ちゃんシャアアツナブルみたいになってるから。あの例の画像の ね、 ね、じゃあ負けません。負けません。山田さん、奈々さんが海外に配信した方が面白いんで絶対負けません。お前が走れ、お前が走れ、お前目走れじゃねえか、大丈夫か。これ一回ごちゃごちゃやっていいですか。いいですよ、いいですよ。ね、これで変わるかも。ほら、今谷間を見せつけて心理差し当てますよ、もう圧が。いや、これは効かない。今のそれは効かない。ではピックアップにしてください。最初はグーじゃんけんぽい。よし、もうピックアップからも先行後攻いく。取っちゃいます。いいですね。あー怖い。さあ準決勝。おお。おお。ピックアップもじゃんけんするんだね。面白そう。じゃあ交換しなくて大丈夫。交換大丈夫。じゃあいきますか。では発表をお願いします。一緒に行くか。行くか。一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行きましょう。せーの、おっしゃー。おーおー、完全続けた。もんじょりこれあるな。やれやれあるあるある。いきました。マーティアス勝利。うわー、もう一回やったらこれ続きましょう。プレ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 すげーしたね。勝利の余韻がすごいですけども。さあいきます。続きまして TJ さん対ポンスケさん。うわ、マジ超。いよいよシード枠、隠れた力を見せつけるタイミングがやってきました。よし、まずは意気込みからいただきましょう。じゃあ TJ さん、お前みたいに暇じゃないんで。暇じゃない、タイミングからやり直せ。そのわけでシード枠勝ち上がってきたポンスケさん、じゃあ君に一言言ってあげたけど、うん、新婚旅行まだ行ってないよね。便所太郎と一緒に行ってこい。お互いの圧のかけ方がなかなか熱量上げ上げでございますが、ピックアップからもじゃんけんでいきますか、それともピックアップはそれぞれ行って。あ、もう選んでます。わ、選んで、早い早い。負けないから、うん、一緒に行く。せーのに、せーのに行く、うん、あれね、ちょっと待ってね、せーの、君たち本当にめくっていいの？
あと2回負けたらうるせえ、ちょっと待って、マジでこいつマジで。そんな気軽にめくっていいの？大丈夫？いいんだ、負けねえがいいんだよ。せーの、ジャスティス。うおー、うわー、やばい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 。さあ、新婚旅行へ今5万進めました。よかった、ごめんな DJ、 頑張ってくれ。準決勝に5万進めたな DJ さん。DJ グラフレすぎて俺とぶつかった瞬間パフンって言った。さあ続きまして、直樹兄さん対玄ちゃんの戦いです。はい、お、直樹兄さん対玄ちゃん、その位置ですね。お互い一言ずつお願いします。これもニコ生対決。ニコ生対決です。ニコ生残るね、さすがある意味持ってる。ちょっと釣り枠対決なんで負けられないっすね、これは。一緒な声で喋ってくださいよ。僕、私絶対勝つかな。私も負けないよ。地獄演じゃねえか。どっちも低い枠降りて。じゃあ、二人とも選んで。一緒や、全部持ってきな、そら。あさりにすぎやろ、すごいぞ。司会者なんだから。さっきどうぞ。お、兄さん、何数字何引きに行くの、兄さんは。やっぱ2かな。勝ちに行けよ。勝ちに勝ちますよ、でも本当に。2人ともおもろいな、どっちだろうな、どっちだろうな。これいきます。おお、玄ちゃん、なんで来たくないんだっけ、海外。いや、知らないおじさんだし。俺がこうやって出るたびに、その知らない人を悪く言っちゃってるから。本当に知らないんだもんね。本当に知らない。確かに、気まずいね、これで勝っちゃうと。なんでひげ剃らないの、あの人。これおお、同時でいきます。同時でカメラに。カメラに落書きしてある人と行きたくないんで。いやー、やべえこれ。下置いたままで。あ、下置いて、はい、はい、持ち上げるより下に置いてあった方が見やすいと、はい、行きます。いっせーのーせ。うわー、やばい、出ちゃう、旅行。なるじゃん絶対これ。平井さんとの旅行が近づいてきた。さあ、知らないおじさん、知らないおじさん、見知らぬ天井みたいな。続きまして、着物さん対シード枠を勝ち上がってきたケンさんの戦い。来た。さあ、立ち上がった。大丈夫か、腰でもやってるか。いよいよ重い腰上げケンさんがやってまいりました。で、一言ずつ意気込み欲しいですね。3番煎じのパクリやるには負けねえ。おーい、思いついてないぞ。頑張れ、やりなさい。どうしたパクリやろう。どうした。あのね、著作権侵害でね、あの動画流してたよね。おじさんは負けませんよ。おー、悪いけどさ、言うな。今ここで言うなって聞いてるの。ちょっと聞いてる。ヒギーシャクティーパッド。シャクティーパッド。向こうでお前のそれを出しちゃダメ。今日はダメかよ。そういうのいいから。そういうの最初から欲しかったやつ。もう一回見た、うん、ヒギー出てるな。ケンさんのキャラがちょっと決め。こいつマジこういうとこなんだな、マジで。自分を解明しろよ。これおお。いいの？いいよ。これ負けるよ。マジか。お、うん、マジか、負けるよ。見えんのか。見える。本当か。さあ、割と動揺してるぞ。じゃあせーのでいきましょう。せーの、はい。え？何それ？ジョーカー。それ何？ジョーカー。ジョーカー。あ、ジョーカー。あ、ジョーカー。ジョーカーもジョーカーが強いよ。さ、ジョーカーだもん。ジョーカー。ジョーカー。計算見事勝利。ジョーカー。すげえ。ジョーカーは強いわ。必殺技効くんだ、すごい。ジョーカー必殺技。すごい。はい、キモノさんが勝ち上がりました。さて、次がいよいよ準決勝に。なります。準決勝第1試合は藤沢奈々さん対 TJ さんの戦いになります。そして準決勝、いや朝はね、やってください。
弱気弱気ちょっと全然わかんないぞ何を喋ってるのかもわからないもん。あと2回負けたらダメだよ声ちっさ聞いてんすよ聞いてじゃあ行きましょう。じゃあ選んでください。鬼のような企画を考えたのぐりちゃん恐ろしい企画だ。196カ国です。なんで勝てないの、はい、いけない国とかもあるで、今後共和国とかもあるかもしれないやだあの原住民と踊ってください原住民とペイペイしてる全然あ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 る。原住民とペイペイだよ。ちょっとここでコメントでさどっちが勝つと思うか聞いてみたら、ね、コメントでね、うん、要するにどっちが大きい数字出るだろうね、どっちが海外に行ってるかの、あ、どっちが勝つかね、うん、大きい数字出しそうなのはどっちの方、どっちかな。モンジョリさん言った方が面白いもんやっぱ。あ、モンジョリ。あ、でも割れてる。割れてる。結構いやいやウニのコメントもいいですよ。ウニ。そうだね。ウニ。もう TG じゃなくてウニの方が早いから打つのがもう。U N I だからね。ウニ G。ウニ G。ほぼウニじゃねえか。いや怖い。じゃあどうします？どうだします？一緒に出します。一緒のがいい？一緒にします？せーので。はい。怖い。行きましょう。せーの。勝ったでしょ。海外も便所太郎も嫌なんです。DJあるで。DJ これありそうだ。準決勝第2試合、絶対王者とは準決勝第2試合はミート源五郎 VS 着物。ほどちらにも行ってほしいな。僕の師匠なんでね、言うなら。あ、師匠やっぱずっと見てたんで、ガッツはい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 、はい、まあだったら負けらんないよね。うん、いや、うんって、でもね、面白さ的には正直ね、あの落書きのおっちゃんと一緒に行ってほしいんで。はいはい、まあいやだな、落書きしてんのしかも。そうね。最初もなかったんだ。え、どこまで？え、マジかよ。どんどん上手に。関わりたくね。ここまでやってる。ここまでやってる。ここまでやってる。ここまで。首のここまでやってるから。もうちょっとだから。しかも絶対やろ、何言ってるかわかんない。鬼滅の刃のあざみたいな感じだ。一言ずついただきますか。自分の置かれてる立場分かってきたでしょ、うん、みんながどんだけ嫌がってたのか分かった、ついに分かった。やばいな。ゲンちゃん意気込みを。絶対に俺は避けたい、それだけは。本当に避けたい。ね、木村さんどうでしょうか。なんかここで僕がこうなんつうの、こう勝たせてあげないと逆に申し訳ない。ああ、逆に止めないと。おお、え、止めないとって言ったら俺負けません。準決勝第2試合、はい、ユンジェイタン、キモノさんの戦いです。ピックアップお願いします。減ってきたからね、うん、これで。お、いや、何が緊張感、何が緊張感、ね、準決勝まで来るとやばい、やばいでしょ。いや、本当にやばい。準決勝まで来るとネタとか、あと2回だからね。いや、具合悪いよ、俺ここ。どっち、最初めくってもらっていいですか。わかりました。別々で行きますね。別々でめくったらそこのテーブルに置いてください。まだ分かんないよ。でもこれはさっきの13分の2で、確かにさっき直樹兄さんのそのパターンでやったからな。ゲンちゃん引け、ゲンちゃん引け、ゲンちゃん13分の2で、正直ここでまあ数字はやないけどね、一定の数字引かないと配信者としてどうよってことよ。うわー、ますごいな。着物さんが決勝進出。はい、さあ、いよいよ最終決戦にもつれ込みました。え、これマジでやだ。最終決戦は TJ さん VS 着物さんの戦いとなりました。絶対王者。よりか横断しなきゃ。正直言った。今後行け、今後行け。友達やめようぜ。友達やめよう。今後行け。ここまで行こう。思わないです、思わないです。だよね。TJ さん、おかしい。おかしい。海外の経験はお二人はあるんですか。ないです、僕ほとんど。おお、TJ さんは。あるっちゃありますけど、ちょっと豊かな国です、僕が行ったことある。豊かな国。危ない国はまだ行ってないよね。そうですね。ちなみにどこの国行きたくないですか、二人。いや、そりゃね、いや、その戦争系、戦争系、あとやっぱり、まあ、さすがに196カ国ですから、戦争系はね、もちろん省いてってところなんですけども、今回はですね、入ってます。入ってる、入ってます。
入ってる。鬼だぞこの配信者。あれテストのとこでどこで出たんでしたっけ？本国本国ソマリアです。それ昔あの国がなかった国ですよ。さあいよいよですけども、いや怖っ、一言ずついただきますか。めっちゃ怖いっすよ。決勝戦ということでお一方ずつ今のお気持ちを。マジのやつ言っていいですか、はい、死にたい。さあ TJ 同じく死にたい。じゃあ決まってさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、まあどこかにね本当に死んでしまう可能性も秘めた企画なのでね。そうですね、恐ろしいですよ。まあ、それを守ってくれるのが便所太郎さんなんで。頼りない。一つだけ言います、一つだけ言います。お二方のどちらかは海外が決定してます。うわ一つだけ言いますとね、嫁に怒られるってこと。マジでみんなコメントで結構どっちが勝つか便所太郎とも嫌じゃない。どうします、普通にめくります、それとも一枚ずつめくって1出したやつが負けとか。ああ面白い面白い。順番にめくってて、まだエース入ってますからね。エース入ってるんで、エース引いた人が配信者のエースということで。おー、ちょっと特別ルールで徐々に減らしていっていただきましょうか。せっかくなんでね。素晴らしい。じゃあ先行後攻で決めますか。いきますよ、うん、最初はグー、じゃんけんぽい。まあ、これは先行よりじゃない、うん、多分。いや、うん、どうだろうな。いやパパどっちでもいい。1番出しちゃったら僕が負けなんだ。1出したらもう終わり。ここで来たら1出しても終わり。こうもう出ちゃうから、ここで。もう出ちゃう。出ちゃうから。あと何枚あるの？あと3つ、ね、エースが3枚あるはず。3枚あるよ。3枚あるよ。結構ある。直樹兄さんが引いたスペードのエース以外を見て、うん、3枚。え、国はこの後決まるんですか？この後決まっちゃいます。2枚、2枚ないでしょ。あ、2枚。奈々ちゃんも引いてたでしょ。そうだね。あ、じゃあ2枚あるんだ。2枚だ。2倍も結構の確率、うん、なんでめくったらこの場にこう出していってください。よくやります。はい、じゃあいきます。はい、うぅ、大丈夫です。もうチャッチャ行こう。チャッチャ、いいですか。出ないよ、まだ出ない。うわぁ、うわぁ、うわぁ、